強いよ。うわっさわっさ、どうも琵琶湖ガイドのなすびです。よろしくお願いいたします。ですね、今日はですね、わっさわっさ、今日はですね8月の3日ですかね、今日8月の16日ですか。もう8月も後半に差し掛かって、まあ、お盆今日最終日なんかな。早いですね、時が流れるのは。もうほんまに2021年もあっという間に終わりますわ。はい、そんな感じで、今日は小林さんとそして磯部さんに遊びに来ていただきまして、ボッコボコ、あ、今日はボッコボコ、あ、ボッコボコ釣れる、あ、ボコボコすというのはまあ嘘ではないんですけど、朝から、ね、昨日僕動画で、まあ、台風後大雨後増水して、今放流量が全開放流なんですけど、クランクベイトが釣れるかもしれない、まあ、明日はクランクベイト投げますみたいな感じで言っていたんですけど、今日はね朝からまあその通りクランクベイトから巻き始めまして、で、すぐさま1本取れました。でその取れたのもかなり、体高のいい魚で、HU の300で釣れたのかな、釣れたんですけど、体高のいい魚で、あ、やっぱり今日クランクベイトだと思って、結構ウィードエッジをやってたんですけど、沖の流れがすごいダイレクトで当たる場所やってたんですけど、まあ、1本釣れて、いけるなと思ってたら、そこからねどん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 クリアアップが進むのか、水がめちゃくちゃクリアになってきて、で流れが当たる場所でやってたんですけど、ちょっと流れが当たりにくい場所もやろう、まあ、インサイドもやってみようというとこ時に、まあ、結構アウトサイドインサイド分けて巻いてきたんですけど、まあその、まあ、1本釣れて、であとマグナムクランクで2本バイトがあったのか取れなかったんですけど、まあ、それがあったぐらいで、まあ、そこまで連発しないなと思って、で結局、最後に、まあ、結構サーチした中で、まあ、魚を絞って絞って底物で釣ることができました、結果的に。でカバースキャットとネコリグかでバイトがあったのは1時間で、まあ、6回ぐらいバイトあったんかな、6回7回ぐらいバイトがあって、まあ、結構ね魚なんかね増水後でバスが散ってるっていうよりか結構ねやっぱ固まってる印象でしたね。でその固まってるとこで固まってるとこ見つけたらそこで底物で釣れるんじゃないか、まあ濁ってるとこは引き続き魚探映像が魚がたくさん映っていれば、巻物ディープクランクとか、まあ、その他もろもろも良いとは思うんですけど、まあ、そこまでねパワーがちょっと落ちてきてて、まあ、底物の出番も増えてきたんじゃないかなっていうふうには、今日一日ざっくり巻いて思いました。はい、で、まあ、今日巻物で釣れたのも底物で釣れたのも共通して言えるのはズバリ、めちゃくちゃ流れが当たっている場所です。前回放流になって流れがダイレクトで当たっているウィードエリアで魚を釣ることができました。そこで結構魚が映っているんで、まあ、そういうとこをちょっと、頭の中に入れていただいてやっていただければ魚一匹につながるんじゃないかなというふうには思います。で、やっぱりね台風後増水後、まあ、そんな簡単ではないんですけど、まあ、魚を1匹釣ればその1匹を情報をもとに展開していくような感じで、まあ、厳しいながらも、絶対ポテンシャル高い琵琶湖は、存在してるんで、ハマあればめちゃくちゃ釣れるかなっていう風な印象は起きました。ナスビテボッコボコ、あ、ナスビテはボッコボコ、恐縮です、はい、こういうのをするとあのバット評価めっちゃつく結構気にしてるんでやめますわここら辺で、はい、まあ、というわけで、カバースキャットとネコリグ、まあ濁ってる場所ではクランクいいんじゃないかなと思いますね。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ明日からの増水後の琵琶湖の参考にしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ナスビガイドもよろしくお願いいたします。恐縮いたすいません。